どうも、アメリカ歴史の宮迫です。さあ、今日はと言いますか、さんまさんからお仕事いただきました。いやー、ありがとうございます。すごいこと、ついにやばいですね、これは。ありがとうございます。もういつも気にかけていただいておりまして、出るお仕事というか、声のお仕事なんですけども、あちこちでもありますよっていうのは、出てますよっていうのはね、いろいろニュースになってましたけども、漁港の肉子ちゃん、はい、という、アニメ映画 の、 声優としてお仕事いただきまして、何でしょうね、いろいろな思いもありながら、緊張しながら、撮影に行ってきましたので、その模様をですね、撮っておりますので、まずはこちらをご覧ください。どうぞ。宮迫です。移動中でございます。なんと、ネットニュース等ではちょっと発表されたというか、さんまさんのお口から発表はあったと思うんですけども、さんまさんから、アフレコのお仕事をいただきまして、はい、すごい、はい、こちら、漁港の肉子ちゃん、はい、ね、このアニメ映画を入れていただきまして、ありがとうございます。そのアフレコに今、向かっている途中です。さんまさんが企画プロデュースしてるってことですね。そうですよ、はい、明石家さんま企画プロデュース、漁港の肉子ちゃんですか、はい、僕らもお会いできる。それとも死ぬほど緊張しておりますか。その現場にいらっしゃいますから、プロデューサーですから。やばいですね。声のお仕事はね、結構やらせてもらってるので、そこ自体にはね、緊張はしないですけども、さんまさんとお久しぶりのお仕事ということでね。ですよね。そこは緊張しています。もちろん中の方は撮影はできないですし、さんまさんが登場するはちょっと多分無理やと思うんですけども、アフレコ終わった後に出てきて、どんな感じやったかっていうのを後で報告させてもらいたいと思います。そうですね、はい、とりあえず一旦頑張ってきます。頑張りましょう。イエイ。緊張するぜ。緊張するな、はい、さあ、というわけで、はい、終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、疲れてないですね。どうしてですか。一瞬で終わったから。早かった早かったやろ。でも5分かかってないんじゃないですか。なかったです。ついて、挨拶もそこそこに、はい、やっぱお仕事が早い方なので、はい、まあ、悪いことも言ったらせっかちというか、入って楽屋に通されることもなくそのままブースに入れられて、はいはい、そういうことやねってこうおっしゃってこう、はい、あ、じゃあ行きます言って、はいはい、言うてもアフレコのお仕事とか僕たくさんやらせてもらってたので、はいはい、経験もありますし、たまたまさんまさんの隣にいてるスタッフの方が、以前僕お仕事を一緒にしたことがあったの、ピアノの森という、あ、行ってましたね。はい、アニメ映画のアジノさんっていうかっこいい先生役の声を、担当してくれた方と一緒やったので、はい、あの感じやなと思ってやったら、リハーサルはあったのかどうかわからん、一回見て、一回喋って、はい、オッケーで、すべて一発オッケーでした。すごかったっす。近所のマイバスに行く時の方が疲れます。お疲れ。はい。お疲れ様でしたってたくさんの人に言われたんですけども、はいはいはい、1ミリも疲れていません。ただ充実感でいっぱいです。そうですね。ちなみに何の役だったんですか。はい、これ言っていいんですか。これはもうネットニュースも出てますからね。セミの役です。さんまさんおっしゃってくれました、はい、これからセミの役全部お前に来るなっつって。ありがとうございます。セミ独占です。セミの役ある漫画そんなないんですよ。セミ、世のセミの役全部僕ですよ。いや、そんなないですよ。セミ独占か、やったな。いや、でもちょっと思ったんですけど、はい、やっぱそのまあ賞味5分ぐらいだったじゃないですか。はい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 、はい、その中でこの2人のやり取りが、はい、もうテレビみたいなね、あれだね。いや、そうでしたね。やっぱお笑いのやり取りでちゃんとこうなんかもう完成されたお笑いのやり取りをあの短い時間でも何ターンもやってて嬉しかったな。何がすごかったっすね。ねえ、ちょっと番組見てる感じでしたね。はい、ありがとう。いや、すごかった。セミサコとして今後ちょっと活躍していきますので皆さん。セミサコ、今後ともよろしくお願いします。純宮迫みたいなと、セミサコだと。セミサコでいきますわ。ほんま、ありがとうございます。いっちゃいます。はい、6月ぐらいに公開らしいんで、はい、ぜひ皆さん、はい、セミサコを探してください。何回かどこかに現れると思いますので、はい、ぜひご覧ください。はい、
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。サモさん、ありがとうございました。はい、というわけで、本当に、コンパクトな収録でございました。はい、そうでしたね。収録時間よりもさんまさんと喋ってる時間の方が長かったですけどね。いや、本当にそうですよね。はい、あの収録終わった後、ちょっと2人でちょっとあのさんまさんがあのタバコ吸われるところで、あの長く最近の近況とかいろいろお話をさせていただいて、久しぶりにたくさんいろんなことを喋らせてもらいまして、漁港の肉子ちゃん、まだ現状まだあの作品自体はあの完成してないのでまだ見てないんですけども、すごいんですよ。はい、声優さん大竹しのぶさん、そうですよ、吉岡里帆さんとか、はい、マツコデラックスさんとかも、あー、マツコも、はい、音楽なんですけど、はい、グリーンさんが歌ってたりとか、すげえ、主題歌吉田拓郎さんが作詞したりとか、すごくないですか。やば、まあまあ、これはもうさんまさんのね、人徳というか、まあまあ、あの関係性の広さですから、はい、まあ、当然といったら当然ですけども、すごい豪華な声優陣でお送りする漁港の肉子ちゃん、もうぜひ皆さん見に行っていただきたい。さんまさんのプロデュースですから絶対面白いものになるとは思うんですけども、あのあと僕がどこに出てるのかをあの探してください。セミ役、ちょっと油断したら 見逃しますよね。見逃します。たまたまですけど、そのセリフの内容が僕がなんかこうね、いろいろやってこうね、この潜った後にみたいなことも言ってますので、もう一瞬ですけども、やってくる。ただあの今後あのさんまさんが言っていただいたように、セミの役は、全部僕にください。はい、ないんですね。セミサコとして本当にね、あのこうブイブイ言わしていこうと思ってますので、いけるな、はいはい、はい、いけますので、あのセミ役はもう全部僕にください。セミサコとしてまた新たな、ステージに上り詰めたいと思ってますので、はい、お願いしたいなと。そしてですね、映画の制作陣からちょっと届き物がありまして、はい、関係者の皆様にこれを送りますということで、ね、漁港の肉子ちゃんマスク、本来ね、スタッフジャンパーなんですけど、はい、まあ、このご時世なんで、はい、ちょっとおしゃれにスタッフマスクというマスクということでね、はい、これをね、つけますね、このような、可愛らしいプリントがされているマスクですけども、はい、ご使用いただければと、書いてますけども、これを普段つけれないっす。これどうですか、これおじさん普段はつけれない、すいません、スタッフさん、あの家でとかね、あの近所にもあのあれかな、あのつけれる機会があったらつけたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。セミサコさん、はい、実はですね、もう予告編ができてるんですよ。みんふざけてんな、みん、そうなんですよ。セミサコさん、見てみたいと思いませんか。予告見れるみん。見せるみん。セミ主役の映画とか誰か作ってくれないですか。さあ、予告編はもう流れてると思うんですけども、僕は初めてなのでちょっと見たいと思います。素晴らしいね。予告だけでなんかちょっとほっこりするというか、うん、泣けて笑えてっていう、なんかすごいハートフルな作品になってますね。皆さん今このなんやろな、沈んだね状況の世の中ですけど、ちょっとあの温かい気持ちになれる映画ですから、うん、もうぜひ皆さん漁港の肉子ちゃん、ご覧ください。いや、なんかちょっと優しい気持ちになれるな、今の予告見るだけで。結構ノスタルジックな描写とか多かったですよね。なんかね、絵の感じも好きやな。あー、わかりました、わかりました、わかります。これはいいですね、なんか優しくなれる。あと何にせよ、さんまさんがあのセリフのセミを宮迫さんに起用したっていうのが、僕らからすると、まあね、なんかグッとくるものがありがたいね、はい、セミが見つけられなかった、私のファンの方、ぜひあの何度も足を運んで見ていただきたい。そうですね、はい、セミパートをなんとか探していただきたいなと。あの素晴らしい映画です、本当にもう起用ありがとうございます、はい。
今のところ6月11日公開予定です、はい、まあね、ちょっと今の時勢なんで、そうですね、はい、あの緊急事態宣言がどう伸びていくのかもちょっとあの現状わからないので、公開はどうなっていくか、その辺は皆さんの調べて、ぜひあの見に行ってください。はい、元気になれると思います。はい、元気で優しい素敵な気持ちになれる映画になってると思いますので、ぜひご覧ください。で、まあ、戦略の僕があのこんな全部背負って宣伝してるのはおかしな話なんですけども、絶対素敵な映画ですから見てください。はい、セミか、どうですか、あの新進系の映画監督の皆さん、セミメインの、映画もしくは、そうですね、ドラマ関係者の皆さん、セミ男みたいな、わかんないですけどねなんかセミのような儚い人生の おっさんを主役にしたドラマとか なんか考えれるっしょ無理っすか、ちょっと見てみたいですけどね。あの2時間あったら1時間40分地中パートなんですよ、多分でもほら違うね、ほんまのセミじゃなくてもさ、はい、あのセミ王みたいに言われてる、なんかそんなセミのような蔑まされてる暮らしをしてるようなみたいな、あるっしょそういうのあるっしょないっしょ、ないっしょセミ男が行くみたいな、なんか作ってくださいよ無理でしょ無理、あ、お前プペル見たよ、出た、もう絶対来ると思った諦めんじゃねえよ、なんでも絶対来ると思った。これはあのアニメ制作同じですからね、プペルのところとでしょ、はい、いいもんに決まってあるんですから、皆さんぜひ見に行ってくださいね、はい、本当に、はい、ありがとうございます。なんかね、また声のお仕事も、声のお仕事をやったらなんかいいんじゃないですか、もっといっぱいくださいイケボっちゃイケボなんですよ、僕イケボ側の人間なのでどういう役でも僕できますので、ぜひお願いします。ただあの僕の声のお仕事ってほとんど悪役なのよね。はいはいはい、だから正義はあのアベンジャーズ、はいはい、フォークアイぐらいですよ、はい、声のお仕事だけなぜか悪役、ウルトラマンベリアルもそうやし、あ、シリリのお父さんもそうやし、豆腐小僧ってあの深田恭子ちゃんが声の主役のアニメ映画、それも悪の親玉のなんか狐、陽子の狐のなんか悪い狐の役、ウルトラマンベリアルのせいやと思うね。まあイメージはベリアル閣下がなんかすごくあの評価が高かったから、はい、あのなんかの時にあのベリアルのあの悪役の声やから悪役はそうなんちゃうかってなってんちゃいますの文句じゃないですよ、ありがたい話です、はい、悪役でも何でもいいのでぜひ。そうか、シンドロームもそうやミスターインクルディブルのシンドロームも、あー、はい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 、悪の親玉やんか、あれ多いな悪役、そういうイメージなんかで、やっぱりかもですね、もう悪が正義派で言ったら悪ですよね、きさめすごいぶち殺すまあというわけで、はい、というわけで、はい、はい、漁港のニッコちゃん、はい、ぜひ皆さんご覧ください。さんまさん、改めてありがとうございました。ありがとうございました。